環境モデル都市は低炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの大幅削減などへの取り組みを行うモデル都市として日本政府により選定された自治体である。2008年1月18日に第169回国会において行われた福田康夫内閣総理大臣の施政方針演説を受けて同年1月29日の地域 活性化統合本部会合で了承された都市と暮らしの発展プラン中で具体的取り組みとして挙げられたものである。当初は10自治体の選定が予定されていたが、2008年7月22日に82件の応募の中から環境モデル都市6自治体が選定されるとともに、追加選定の候補として環境モデル候補都市7自治体が選ばれた。 また、2009年1月22日には、環境モデル候補都市7自治体がすべて、環境モデル都市に選定されている。通称、エコシティ。日本の建設省が1993年から、環境共生モデル都市づくりとしてスタートさせ、同年9月27日に、広島県福山市など5都市が一時指定を受けたのを、皮切りに20都市で展開している。 環境負荷の軽減、人と自然の共生及びアメニティの創出を図った、質の高い都市環境を創設する。例えば、千葉県船橋市では1995年に、環境共生まちづくり条例を、制定、開発と環境との共生に係る制度を実施している。福山市都市計画化環境共生モデル都市、船橋市役所子ども、ホームページエコシティについて、 ありがとうございます。